木は毎日トレーニングしていいと聞いたことがあるのですが、どうですか。俺はね、個人的には筋肉によって回復のスピードはやっぱり違うと思う。で、腹筋とかカーフとかね、前腕もそうなんだけれども、比較的回復が早い。ただね、俺はカーフは弱いと思ってたので、特に初期の頃、学生の時とか、その始めたばかりの時、数年はもう毎日のようにやってたんだけども、だん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 効きやすくなってくる部位なので、効きやすくなってくる、テクニックがついてくると、毎日やるとオーバーワークになって足アキレス腱とか痛めるの で前腕も俺も弱いと思ったら毎回やった時もあるんだけれども、前にも言ったと思うんだけど、前腕は毎日やると手首が痛くなる。腹筋はこの中で腹筋だけね、毎回ジム行った時やってもいいと思う。ただこれも何度も言ったように、最後にいつも言うんだけども、個人差がある、ね、俺はね腹筋は基本的にはあんまりやらないですよ。これ怒られるんだけれども、コンテストの前の調整に入った時しかやらないというのは、結構腹筋がすぐつくというか、普段のトレーニングでつくと、そういう部位もある。俺の場合は腹筋とか、あと今までも僧帽筋はほとんどやってなかったんだけども、最近やり始めたけどね、そういう部位があれば別にやらなくても。ただカーフの太い選手はほとんどカーフやってない、実を言うとね、というのは生まれつきついてるから、そういう筋肉の部位があればラッキーというかね、やらなくていいんだけども、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。